まして、桜雪さんの音楽ライブを開催させていただきます。それでは桜雪のお二人のご登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。Thank you.
して直江兼続を描きました。来店の理由聞いてください。Thank you.
年組を描いた新選組時代をテーマにした楽曲になっています。そしてここから2曲続けて新選組の曲を歌っていきたいと思います。実は私たち昨日ですね、東京タワーで昨日新選組祭りに参加してライブと司会とかやってきたんですけれども、タマの日はですね、新選組のふるさとということで、その地でライブをしてきました。そして今日もここで歌わせていただきます。大阪の地もね、新選組とね、すごい深い関係がありますので、まず最初は名教師数という曲を、沖田総司さんを描いた曲を聴いていただきたいと思います。こちら沖田総司さんの曲なんですけれども、近藤勇局長のことを思った曲になっています。それでは名教師数聴いてください。Thank you.
さんを描いた「カムケの花」という曲です。聴いてください。